あ、なんじゃ。手紙か。ハニービービレッジギャラクシー。あ、8か。ろくなイベントじゃないやろな。まあ今はサブイベントは後回しなんですよ。ちょっと遺跡のところはカットまみれで多分録画時間とはあんまり合ってないと思うから次急がないとね。スターピースでいちいち足止めするな最後。クッパさん必死の抵抗。まあでもそんな時間稼ぎにはできないでしょう。懐かしの砦ギャラクシー。ほう、我々にそれを与えてくれるのか、それとも古き良き文明みたいな感じなの。倒れてバッタンバッタンキング、違う、倒れてドッタンバッタンキングか。バッタンキングってことはもしかして心ボススターピースがすごい落ちてる。バッタンってあんまりボスのイメージないんですよね。あくまで邪魔。おーおーおー、幸せすでに。よルイージお久しぶり。おーい、おどうも。ちょうどよく聞こえました。バッタンキングはスターを取り戻してくれませんか。なんかボム兵すごい、あのサイズ。なんかこれさ、64のマリオであったステージとかだったりします。なんとなく見覚えがあるような、ないような。いや私64のマリオやったことないんですけど、なんかそれっぽい感じを受けた気がするよ。なんかそれっぽくないですかこれ。そんな気がする。完全になんか初見。引っかかるつもりなかったんですけど、ちょっとまあいいよ。スターピース見てください。あれ、あ、なんだ、空から飛んでくるとこからやり直しじゃないんですか。スターピース美味しいですよと思ったのにさ、美味しくないじゃないですか。あそこな、これなんか自殺繰り返すだけでなんかあの大量のスターピースが手に入るよな。これ絶対に予防なんだけどな。まあいいや。とりあえずバッタンキングとやらを倒さないといけないので、どんどん上行きましょうか。あ、しまった。いけるいける、ゴリ押しは得意ですよ。さてさて、なんか見覚えある気がするけど、花ちゃんとかは見た記憶ないんだよ。さてさて、おいすひげの人、何？はい、みんな同じこと言うんだよね、知ってるから。私が立派なひげであることも知ってるからね。ほれ、スターピースがいっぱい。ここがちょっと気になる。よいしょ、登りましょうか。意外と普通ですね。おっと、よし、お、なるほど、こっちおいで。ほらこっちだよ、こっちこっち。ここでの上でヒップドロップするんじゃないの。あ、そうでもない。じゃあこいつ倒すか、とりあえず。あれ、倒れてこないな。意外と慎重派。そうでもなかった。これお、オープン。中に入りましょう。大丈夫か。おお、え、バッタンキングでどれぐらいキングなんでしょう。うん、ああ、なんか申し訳程度についてる。ああ、気に入らねえ。俺たちの石のおかげで家も城もできてるってのに、いつも踏みつけ合うばかりで、ちったありがたがったらどうなんでい。おお、おい、そこのあんた、ふらふらしてんじゃねえ。金が悪いんで、押しつぶしまうぞ。文句あんのにヒップドロップでこのバッタンキング様を踏みつけてみやがれ。おお、なんか喋ったぞ。おお、範囲教えてくれる。うわ、高い。おお、ちょっと高いから踏みづらいんですね。でも範囲教えてくれるからな、このキング。よし、で、あの揺れるからそこも気をつけないといけない。おお、赤くなったぞ。うわうわ、なんだこれ。え、ちょっと、よし、まあ、キングの名にふさわしい強さはあるのかもしれません。2回連続は踏めないか。これコイン落ちてるけど、どうせ即死だから意味ないよな。よし、怖い怖い怖い、うわ、よし終わり、さよなら。え、ああ、悔しいぞ、またまた踏みつけられちまった。所詮石は石なのか。おめえの勝ちで、これ持っていやがれ。切ねえな、ガク。何だったんだこいつ。いやー、意志が意志を持つと大変ですね。はい。
さあバトルアステロイドギャラクシー、倒せ倒せ倒せ、やっていきましょう。どんな星なんだ。わあ、かぼちゃ目が光ってますね。うわ、え、数多いな。でもマリオ、玉ころの時とは違ってスピンありますから結構飛ばせるんじゃないですか。玉ころじゃなかったら制御も効きますからね。もうジャンプ&スピンでパーンみたいな。ほう、倒さないと次に行けないようです。さて次は話す看板様か。聞いた方がいいかな、話。さすがに何、あいつらを倒していく以外に道はない。はい、わかりました。熱い。よし、じゃあ全部倒しましょう。え、倒せてない、マジかよ。あ、マグマに落ちたから復活しちゃったよ。ちょっと危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。ほれ、まあでもコインはくれるのでいけるんじゃないですかね。うん、すごく素直にコインくれますよ。水星コイン獲得。じゃああと1体倒しましょう、薪でね。ほら燃えろ。はい、こっち来い。そこじゃちょっと倒しづらいんだよ。ほれ、じゃあ急いで次向かいましょう。今回はひたすらこれですかね。うわー、ウニだ。ってことは炎がどっかにある。ないか、あった。こんにちは。あいてー、ほれ燃えろ燃えろ。お、後ろから飛んでくるね。オッケーオッケーオッケー、ヒット。なんかあれ、星の中にキノコ混ざってんだけど大丈夫か。あれ、カニ、ほれ、オッケー、全員倒した。よし、離脱。失礼。キノコたちはどうなったんだ。こんにちは。隊長が来てきた。敵に囲まれてしまいました。隊長、隊長は多分今頃バカンスしてるんじゃないですかね。というかあれか、今回のキノピオたちは一人一人船持ってんのか。贅沢だな。マリオさん徒歩だぞ。というかルイージはどうやって来たんだろうね。まあルイージなら徒歩で来れるな。相手もうゴリ押しで行くよ今回は。これいつも通りですね。鍵、さてそっちか。さてさて、あ、テレサは水中ではスピンで消えないのか。これどうすればいいんだ。あ、あったあった、甲羅だ。ちょっとやべ、怖い。これをどうすればいいんだ。あ、ライトだこれ。そういえば、あー、やばいやばい、思い出したけど。よしよしよし、結構これ光が効くまでに時間かかりますね。すぐ突っ込んだら当たってしまうようですね。気をつけましょう。少しだけラグがある、それだけだ。さてさて、出れる。よいしょ、お邪魔しました。よし、じゃあ裏側行こうか。いろいろな敵と戦いますね本当。次はキノコボスか。まあでもスターピースがもったいないから買いません。いつも通りですね。スケートか。うわ、出やがった。ここで来んのかよ。20枚。はあ、あげない。さあ、油断してたな。ちょくちょく拾うべきでしたね。ということは極力コインが出る方法で倒さないとダメということか。ちょっとちょっとちょっと、邪魔、ほい。もう戻ってこれないですね、残念ながら。まあこれはまたあの番外マップ編でやりましょう。さーて来たか、モグラちゃん。おい、お久しぶり。なんかここで出てくる初登場の敵かなり多いっすね。そこまでステージ省略してきた記憶はないですが、今回全部動画化してるはずですけどね。モグラは見たことなかった気がします。お邪魔します。うわ、あー、そう、そのタイミングでひっくり返るのやめようよ。よし、お、チャンス、 OK、 離脱しましょう。 OK、 意地でもそのまま入りますよ。さーて反対側が怪しい。おいしょ、ここなんや。おー、コイン、今さらいらない、たまった。でももう間に合わない。うわ、出たよ問題児。これは
え、あ、いていて、普通に痛いねんけど、普通に痛い。これどうする、どうするこれ。倒せ、よし、こういうことか。またこれ反動で倒そうとしてるやん。やらんでえっつってるでしょ、ほら。やりたがりやな、ほんま。まあいいでしょう。今回はダメージ受けてないですし。あいつ、玉ころじゃないと、触ることすらできないんですよね。意外と硬いお方だ。あ、終わった。あ、終わった。あ、終わった。終わった。意外とあっさり終わりましたね。最後になんか、やばいボスがいるのかと思ったんですけど、意外とあっさり。この次のマップがどこに繋がるのかわからないんですよね。ただいま。忘れた頃にコイン来るな。そして、やっぱりマップ途中でのスターピースはもうないと思っていいでしょうね。さすがにステージ6ですし。ここまで来てなかったらもう一生ないでしょう。このマップの中にいるぐらいで。おお。さあ、参ろうか。お、ラスボスでございますよ、皆さん。うわ、趣味悪。最終的には自分の顔を見せつけてくんのか。大詰めだよ、船長。うわー、あの中でケーキを作らされてるんだよ。驚いたね、あれは彗星だ。食ってたのはパワースターだけじゃなかった。やつはまだまだでかくなるつもりだ。なるほど。どんだけケーキ食いたいんや。まあいいや。さあ、クッパの新銀河帝国で、ちゃっかり彗星コインもあるみたいですね。さあ、美味しくいただかれてやるよ。中から破壊してやるぜ。宇宙をかけた戦い。最後ぐらいクッパさん頑張ってくれよ。いつも通り。お、雰囲気はちょっと落ち着いてますね。やっぱり最後だけあって。おー、よう、大切な人を救うための戦い、どうかお気をつけて、そして絶対負けないで。はい、こっちへ。ごめん。よいしょ。ここにあるの知ってたろうに、教えてくれよな。さてさてさて、ワーププレイ。よし、ありがとう。ご分を。さあ、まずはハンマーブロス3人衆。ハンマーブロス30種だ。うう、甘いぜ。あばよ、遅いぜ。でいい。よし、次行こう。お、このギミックか。あ、しまった。あぶね。あっち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 。捕まれてないじゃん。どこ行けばいいんだ ?3 回ほど行きましたよね。これ燃やされるとやばいんじゃない。あっち。え、え、たどり着ける、たどり着けない。これ1回当たったら終わりなんすね。さあ、問題の地点なんだな。結構横の範囲に当たり判定広いみたいなんで、避けていこうか。こっち、避けていきましょう。怖い怖い。あった、ちまったけどセーフだ。オッケー。あちゃ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 。さあ、いろいろ使うようですね。潜っていこう。反対側へ。どうも。内部に来たぞ。おお。じゃあ中間は拾っておきましょうか。あ、入れない。え、ドリル使うのかこれ。使うっぽいな。潜れ。急げ。よし。うわ。さすがマリオさん、ファンが多いね。気をつけ。あっちー。あっぷね。回収。これしてるときに幅飛びってできたっけ。これきつくない。よしよしよし。これ反対側なんかある。おお、あった。え。
ショートカット。よし。やっぱ幅跳びできませんね、持ったままじゃ。さすがのマリオさんも腕とかは使わないとあれはできないみたいですね。そういうことを知りつつもショートカット。無事成功したところで、よし、来てくれました。さーて上行きましょうか。水星コインとかもあるから、ちょっと疑ってみてった方がいいんじゃないですかね。もうないか、さすがに。よいしょ。お邪魔します。よし。よし、回収。おお、乗るのかよ。しかも、壊れないのか。意外と軽いみたいですね、カロン。ほれ。ほれ。え、おい、おい、危ね危ね。よしよし。なんだあれ。怖いな。行けってことでしょうけど。信じるぞ。信じなくてよかった。信じてなかった。全然。私は未だに疑う心を忘れていないぞ。よいしょ。気をつけて。よいしょ。いい感じ、いい感じ。補充して。急いでダッシュ。逃げる。よし。届いた。よし。離します。絶対帰ってきてください。了解。おい。ダッシュ。さてさて、まだまだマップは続きますね。長いもんだ。でも、あ、ヨシザウルス。助けに来てくれたのか。また、あんまり命は、あれ？なんか音が情けない感じになった。まあいいや。おい、一緒に行くぞ。犠牲になるんだね。食べよっか。おま、おお、投げれる。へえ。よし。ちょっと待て、外れか、こっち。あっちあっちあっち。ヨッシーさんもさすがにマグマは無理みたいですね。マグマは無理でしょう。はい。こっちが外れた思わなかったね。手前が正しいのか。怖い怖い怖い。急いで。よしよしよし。ちょっと。ヨシザウルス。発射。やりたい放題できるな。わ自分の投げたブーメランでやられる気分はいかが。よし、さあ開けよう。お、ひゅー、よし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 。次は風船ですね。多分来るぞ。来なかった。あ、もう置いてあるじゃないですか、あのキノコ。そこまでダメージ受けてないんだけどな。どっちが正しい、これ。どっちも正しかったみたい。枝分かれした道が戻っていく感じですね。水星コインを見つけました。うわ、外れでした。あっつ、え、ヨシザウルスやられてはまずいのではこれ。ヨシザウルスがやられてはこれいけないんでは。暑いんですけど、暑いんですけど、すごく暑いんですけど。あ、いけないことも、あ、暑いんですけど、暑いんですけどすいません、あとことんこの段差に嫌われた感が半端ないですね。ほんだこっち、あれを拾わねばならない。よし、取った。獲得。うん？次は何だ？風船。おお。あの、吉田です。急ごう、急ごう。落とされる。振り落とされる。置いてかれる。結構今回は、大も意地悪ですね。ちゃんと追いついていきましょう。よしよしよし。届かないかもしれないから。お、フラッグも食べれるのか。あ、よし、バイバイ。ご苦労。乗り捨てとかなくてよかったね。よし、じゃあ最後にあの門を開きましょうか。これも最後ですね。でもなんかね、この岩のギミックが残ってるとまた同じことを繰り返すんじゃないだろうかという疑惑がねあると思うんですよ。さあ、相変わらず壊す分も置いといてくれるから優しいですね、クッパーさんは。さあ、いよいよ最終決戦か。参ろう。お邪魔しまーす。3回ノックしましたからね。こんにちは。
うぬぬしつこいやつだ、忘れたらもう一度言ってやるぞ。ここに新銀河帝国を作るのだと。スーパーの計画におののいて土管の中でガタガタと震えていればよいのだ。あ、こんにちは。実はピーチが黒幕みたいなのないかな。我が家はスーパー忙しいのだ。これで終わりにしてくるわ。今回は頑張ってね。おお。さて、ん？あ、あ、あ、あってなんやねん。おお、衝撃波の形が変わりましたけど、あのクッパさん、はよいば、はよいば出せよ。あ、来たわ。産地直送。クッパさんにはがっかりだよ。逃げれると思うなよ。すぐに引っこ抜いたからって。そんなのはね、背中の方向を狙っておけば勝手に腹に当たってくれるっていう寸法よ。しかもまたこうやってコインを置いておいてさ、遊ぶ気満々じゃないですか。おっといけない、当たっちゃった。でもなんか知らないけど全然危機感ないんだよね。あー、終わり。クッパさん、そろそろ本気出そう。私の残りの体力を攻めて、ん？お？お？本気見せるか？お、早くなった。わーい。わーい。余った振らしちゃって、これまあ。まあ、衝撃波が、やっぱ岩さんが一番強いんだよね。どうぞ素通りしてて。岩が強いわ。クッパさん何もしない方がいいんじゃない？クッパさんがそうやってなんか無駄に拳をね、突き立てたりしなかったら多分。お、あ、初めて食らったクッパさん。やるやん、クッパさん。褒める、クッパさんは褒めて伸びる子な気がするね。ヒュー。お、衝撃波と解放者とのこの波状攻撃が少々厄介になってる。なんかやっとボスと戦ってるんやなみたいな感じがあるね。おい、次あと一発か。おお、いきなり炎とは。先に隕石出さないと当たらないですよ、クッパさん。あれと混ぜ、おーおーおお、意外と、わー、パンチだけきた。意地悪や。そんな素直に意地悪なことしなくてもいいっすよ。早く岩出して。きたー、岩さんやー、最強やー。強すぎる。おお、電池さんが、頑張れ、電池さん。最終決戦なんだ。あと少し頑張ってくれ。俺たちの全力を見せるぞ。感動のエンディングだ。またか。さすがに今回はこれで終わりじゃないでしょう。あれ？あれ？あれ？ん？降ってきましたね。おお、びっくりしたよ。お、ほんまに来てくれると思わなかった。おお、おかえり。まあ、さすがにあっけなさすぎるよな。これで本当に終わりだ。あ、ありがとうございます。お前のな。え？何をする気なんだ。うわ、あの、あ、外した、あ、外した。濃厚かよこれ。多分そろそろ当てないと。あ、間違いだ。やばいやばいやばい。はい、右腕を狙う。ピンポイント狙っていけ。ほら、あかんな。遠距離感が、距離感がつかめてないね。俺、おお、ゆっくり狙え。ほい。あ、あかんか。ここ。顔面。顔面セーフセーフセーフ。どうやらあの回ってる時は当たらないみたいなんですよね。ゆっくり待ってもいいかなって思ったんですけど。ほれ。なんか可愛いな、クッパは。ほれ。
顔面セーフ。うごー、我が輩のスーパーな力が、スーパーな帝国が、あ、ケーキどこ行ったんや、スーパーなケーキが。あー、こんだけ時間あげたのに。あー、これでも次回作では元気に生きてるからすごい生命力よね。うん、さあここはどこだ。あ、ピーチどこにおった。いや怪しいよな、やっぱりすげえ片手で捕まる、これ腕力よな、鍛えてますからね。こんだけ優雅に動けるもんだね。よ、Thank you じゃねえよ、もうちょっと、もうちょっと警備強化しろ、そろそろ腰が痛い。お、今回はピーチも一緒か。わふー。さあエンディングなんですけど、終わらんもんな、なんかエンディング感ないから喋ることないんすよ。失礼しました、宅配でございます。よく来るね、わお、さっき食べ損ねた彗星。え、え、えー、え、え、え、ディスクを読めませんでした。いや、ディスクじゃないんですけど、これ、え、これディスクじゃなくてダウンロードのあのお買い得なやつ、あれどないしろと。いや、Wii 本体の取り扱い説明書もないんですけど、Wii U なんで。リセット、いや、やり直し